筋肉美の秘密に迫る、平野仕様、日常でも見せる驚異の身体。驚異的なパフォーマンス力とユニークな魅力で知られる平野紫仕様。彼の活動は、かつてのキングプリンスのメンバーとしてだけでなく、滝沢秀明さんが立ち上げた戸部に所属してからも、その輝きを放っています。本記事では、彼の才能に焦点を当て、通常のエンターテイナーとしてのイメージを超えて、 コミュニティとイベントがどのように社会に影響を与えているかに迫ります。平野仕様のダンスは単なる技術だけでなく感動まで届ける力があります。キングプリンスの月読みや一番のダンスは一世を風靡し、その腕前は多くのダンサーたちから絶賛されました。特に 2022FNS 歌謡祭で披露された月読みにおいて TRF のサムさんがキンプリやばいなと絶賛するほどの衝撃を与えました。 ダンサーのリアさんやニッタさんも、平野さんのダンスに感嘆し、上手い、説得力がある、グルーブ感があると絶賛しています。しかし、その輝かしい舞台の裏には、幼少期からの努力がありました。小学2年生の頃から1日7時間もの練習を続け、小学4年生で膝を壊すという困難にも立ち向かいました。ジャニーズ事務所への入所は、 通っていたダンススクールの講師がジャニー社長と知り合いだった縁によるもので、オーディションなしでの入所はまさにエリートの証です。ダンスだけでなく、平野志陽はアクロバットの分野でもその腕前を発揮しています。中学2年生の頃からアクロバットの練習を始め、その才能は天性のものと言えるでしょう。特に、バンスナイトの曲では、マイクを持ったまま片手でバク転を披露し、 その圧倒的なパフォーマンスで観客を驚愕させました。テレビ番組での企画では、空手の先生ですらできない難技に挑戦し、見事成功。これが、平野さんが、化け物と呼ばれる一因です。平野仕様は、ただのエンターテイナーではなく、スポーツの分野でも、その驚異的な能力を発揮しています。野球のピッチングスピード対決では、成人男性の球速を上回り、ハードル対決でも経験者を抜いてしまうなど、 その運動神経の良さは際立っています。彼が総合で1位に輝くことも納得です。彼の筋肉美にも注目が集まります。運動神経だけでなく、筋肉の美しさもファンに称賛されています。しかし、驚くべきことに、平野さんは特に過激な筋トレをしていないそうです。生まれつきの筋肉質で体脂肪率が10%を超えたことがないとのこと。その美しい筋肉は、日常の生活でも顕著で、 歯磨きをしただけで腕がパンパンになるほどです。平野仕様の多彩な才能と魅力に迫る本記事では、単なるエンターテイナーの枠を超えて、彼がどのようにコミュニティとイベントに影響を与えているかを探りました。彼のパフォーマンスはまさに芸術であり、その才能にはまだまだ期待が膨らみます。